おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日4月22日日曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気のポイントを見ていきましょう。今日も高気圧に覆われて西日本、東日本は汗ばむ陽気が続きます。晴れて気温はぐんぐん上昇。こまめな水分補給など熱中症対策を行ってください。東北北部や北海道は冷たい空気が入り気温が下がります。昨日との体感差が大きくなるため体調を崩さないようお気をつけください。沖縄は湿った空気が入りムシムシジメジメとした体感です。ざっと雨が降る恐れもあるためお出かけの際は雨具をお持ちください。ではここからはアイコンでお天気を確認していきましょう。今日も広いエリアで晴れてお出かけ日和です。だんだんと薄雲が広がりやすくなるもののしっかりと日差しが届きます。沖縄は変わりやすい空です。ざっと降る雨や雷にお気をつけください。また北海道の道南や道東も雲の広がる時間がありそうです。特に道東はにわか雨の可能性があるためお出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。今日も九州から東北の南部にかけてはぐっと気温が上がり季節先取りの暑さとなります。東日本では昨日以上に気温の上がるところも多く30度に届くところがあります。暑さ対策をしっかりと行うようにしてください。東北北部や北海道は昨日と比べぐっと気温が下がります。体調管理にお気をつけください。また明日以降はすっきりしない空が続きますので今日の日差しを有効にお使いください。以上全国の天気をお伝えしました。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。